次に出されたのが中国ヨトマン、さっきのナギ。さあ、ゾウキャラ戦ということですが、アルカナは闇とバス、攻撃的なバスに対して、まあ、防御面が強化される闇。さあ、これでどう戦局が変わるのか。開幕はジェスリー・メイファンが相手のジャンプを見てから相手のジャンプエースを反応いたしました。さあ、2回目、やはり反応が早い。これで開幕から王道、そしてマルテル、はい、これは見ているが、しっかりとヤミとのセットプレー、連携が取れている。ガードキャンプに相対投げ、ヤミを置いて相対して、今度は投げたのはナギ。うまいこと処理していったジェキチゲメイクマンが闇との連携、スタッフに叩きつけて、ここは下段、これは菊池が参考にしてもらえれば、アルカナハートさらにこのジェキツイ君に一歩近づけると思います。